商業出版したエクセルの攻略本があまり売れてないです。6000部出版したのですが、どうにか本が売れる方法ありませんでしょうか。 YouTube 動画で宣伝したり、ブログで宣伝したり、動画配信プラットフォームで宣伝してるんですが、とても困っています。まあ、エクセルの勉強するために本買う人ってあんまりいないですからね。売れないのは当たり前なんじゃないかなと思いますけどね。なので自分で買って誰かにプレゼントしたとか早いんじゃないですか。要はあの儲けたくて売ったのか、その自分のブランドだったりネームバリューのために本を出したのかって話だと思うんですよね。で、儲けたいのであれば本なんか出しちゃダメですよ。出版で儲けるってものすごく難しいんですよ。なので、ただ出版でそれなりに儲けている僕が言うと説得力がないかもしれないんですけど、その僕は一文字も書かないとか、後書きだけを書くことで本を出すっていうすごく特殊な状況で、なぜそれができるのかっていうと、そのひろゆき的なるものってこんな感じだよねっていうのを他の人が書いて、ひろゆき的なるものがお金を払いたいと思う人というのがちょっと日本人の市場の中にいるんですよ。なので僕はもう関係ないんですよ。要は本来の僕はどうでもよくて、そのひろゆき的な文章こういうものってだよねっていうのと、ひろゆき的なこういう文章を読みたいよねっていう、その僕じゃないところでもう成立しちゃってるんですよ。ひろゆき的なものを読みたいっていう人と、ひろゆき的な文章を書けますっていう人が勝手に出版して勝手に買ってっていうので、僕はひろゆきという名前を貸してるだけで、僕の関与する余地は全くないんですよ、基本的には。だ、例えば異世界に行ってる漫画で、ひろゆき異世界行ってる漫画が2つあるんですけど、別に僕異世界漫画に詳しいわけでもないし、ストーリー監修とかもしてるわけでもないんですよ。で、じゃあそのひろゆき漫画の中で、なんかそれってあなたの感想ですよねみたいなとか、そういうなんかそれっぽいセリフとかって書かれてるんですけど、僕そんなこと言わないんですよ。テレビタックルで一回言っただけですよねっていう話で、なので、その要はそのなんかそれってあなたの感想ですよねみたいな、データありますかみたいな、そういう言い回しをするキャラクターって面白いよねと思う漫画家の人と、そういう言い回し面白いよねという読者っていうのが結びついて、その作品が作られてるだけで、本来の僕とは無関係なところで話が進んでるんですよ、っていうのがあるので、なのでその本を売るっていうのってなかなか難しいんですよね。なので儲けたいのであれば本じゃない形で儲けた方がいいし、で本を売るっていうのをブランド価値でやりたいのであれば自分で買ってください。会社の経営者とかが本か出すんですけど、でなんでじゃあ会社の経営者とかでそんな有名でもない人っていうのが本出すかっていうと、まあ本も出せるぐらい社会的な存在ですよっていうのもあるんですけど、出版社がなぜ出したのかっていうと、その出版社がそれを出すと、その本をその社長が買ってくれるんですよ。で、ブレイキングダウンっていう最近割と有名な格闘コンテンツが YouTube にあるんですけど、で、それの代表をやってるユーゴさんっていう人が、レディオブックっていう会社の社長さんなんですけど、幻冬舎から本を出していて、で、僕の知り合いで、その本を読んだことある人を一人も見たことがないんですよ。でレディオブックに絡んでる人はもちろん何人も知ってるんですけど、読んだって話を聞いたことがなくて、で幻冬舎から出るんですけど、どうやら2000部ぐらい出たらしくて、でただ本屋に流通もしなかったっぽいんですよね。でなんかユーゴさんの家にそれが全部あるらしいっていう、そういう噂な状態なので、もし読んだことがある人がいたら内容を教えてください。はい。